今回もいつも動画を拝見しています。突然ですが、メルブラのキャノンの中で誰が一番美しいお尻であると思いますか？ちなみに私はシエル派です。ぜひご意見を伺えたら嬉しいです。以上、しがないサラリーマンでした。なるほど。メルブラキャラクターの中で一番美しいお尻であるキャラクター。お尻が美しいキャラクターですか。どうだろう。木島コウマとかかなり引き締まってるんじゃないか。そうだよね。みんな多分それ思うよね。木島じゃねえかって話だよな。木島のヒップが一番パンパンになってそう。そうだね。まあ、もう美しいお尻で言うと、やっぱなんか、教会の一味は、やっぱめくり技を持ちがちっていうところで、美しいお尻を持ってる可能性が高いな。男性キャラクターはみんな引き締まってそうなんで、結構ね、俺、ロアッチのね、テカテカのズボンのね、プルッとしてるお尻も好きだよ。プルッとしてるやつも。かなりね、美しい方だと思います。スタイルいいな、あいつはな。女性キャラだとどうなんだろうな。なんかね、フランスパンのドット絵あるあるなんですけど、厚着のやつの方が、シルエット体のシルエットが見えがちっていうのがあるんですよね。なんか、服着てると、着てていっぱい着てるやつほど、なんか、こう、体型がなんか見える感じのシルエットがつきがちというか。だから、シエルとか、ノエルとか、なんか、着てるじゃん。着込んどるじゃん。から結構出てる。逆になんかね、スカートとか履いてるとね、そんなにならんのだよな。っていう感じかな。じゃあ私もじゃあ、シエル派で一つ。シエルとノエル、悩ましいとこですな。もしかしたら、牛若もあるかもしれない。そんな感じで。はい。お便りいただき、ありがとうございます。今後も研究をね、していってもらえると。リプレイを撮って、コマ送りできるんで。リプレイを撮るとコマ送りできるんで、それで研究していきましょう。はい。お便りいただきありがとうございます。